はい、おじでーす。さあ、ここにあるのはね、ヨトンの Y9。まあ、ちょっと前に新発売した、なんて言ったらいいんだろうね。3つのアプリが内蔵されたプロジェクターです。ね、で、これはね、まあ、ポータブルプロジェクター、ミニプロジェクターね、たまにね、勘違いする人がいるんだよ。ミニプロジェクターの使い方、ガチンコの据え置きで使おうって考える人がね、たまーにいるんだよ。まあ、別にいいんだよ。普通に使えばいいんだけども、ミニプロジェクターってなんでちっちゃいんだろうっていうね、何のために存在してるんだろうっていうのを、全然考えようとしない人がいるわけです。ね。うん、まあ、あまり気にしたい人はね、まあいいと思うんだけど、まあこういうミニプロジェクター、ものすごいちっちゃいプロジェクターね。で、ちっちゃいということは、レンズもちっちゃいし、中の液晶もちっちゃいし、ね。まあ構造は熱を持ちやすい。まあちっちゃくするためにね、まあいろいろ無理は生じるわけです。ね。で、まあこのプロジェクターの最大の欠点は、今、ね。まあ、本当はしたくないけども、今 HDMI 下げてます。で、絶対に壊れます。こっから出てくる熱風が、ものすごい、ここから熱風がガンガン出てるのに HDMI を接続すると、もうケーブル熱いです。ね、だからケーブル壊したくないから、オープンボックスの時に、これは接続しなかったんだけど、やっぱりね、皆さんも見たい人いるだろうから、ダメになってもいいやっていう感じでね。本当は嫌なんだけど、まあ一応犠牲にして今 HDMI をね、仕事しています。で、まあこれはね、持ち歩き用のバッグも付いてて、まあ友達のとこ持ってったり、講義で使ったりとかね、使いようと。で、近距離で使うやつなんで、まあ本当に、なんていうの、まあ、安くてちっちゃくてちょうどよかった、あははって感じで、自宅でね、ホームシアターで使おうっていう、国交地区さんもいるわけでね、本当ね。まあ、好き勝手すればいいけども、これはそういった使い方ではないよっていうのをね、おじいのチャンネルでははっきりと言っておきます。まあ、とにかく、発熱が熱い。ね、で、まあ、この部屋では、まあ、これぐらいの明るさです。ね、まあ、何インチぐらいあるんだろうね。今 2.5 メーターの距離に合わせてあるんで、まあ、だいたい80インチぐらいはあるのかな ?70 か。で、それぐらいだと思います。で、お好みレベルにすると、だいたいこれぐらい。で、電気を消すと、くっきりと映ります。ね、はい。それじゃあね、Xbox、音声 100% で、ちょっと走ってみたいと思います。あんまり長い時間やると HDMI がね、溶けちゃうので、ほんと短い時間いきます。で、じゃあ音声をオンにしまーす。ミュート解除。
まあ、ここらへんしとこうか。ね。動きはめちゃめちゃ滑らか。ね。本当に遅延はないなーって感じがします。で、音がちょっと残念だよね。音がめちゃめちゃしょぼいです。うん。まあ、この辺はミニプロジェクターなんでね。まあ、しょうがないかなって感じがします。で、明るさは、まあ、夜こうやって見てる分には、まあ、この大画面でも、まあ、そんなに問題ないかなっていう感じはします。ね。で、まあ、これをね、従来のミニプロジェクターの使い方、ね、おじいがいつも言ってるように、大体、3、4、11ぐらい、ね、普通の、まあ、テレビ代わりに使うのに、めちゃめちゃ適してるプロジェクターなんだよっていうことをね、いつも皆さんには伝えております。でね、アウトドアで使うもよし、ね、車の中で使うもよし、キャンプで使うもよし、ね、まあ、CD ね、向いてる。今、だいたいこれで40インチぐらいではないかな。で、最短がだいたいこれぐらいなんで、まあ、これ以上前に行くとフォーカスが合わないんで、うん、だいたいこれが限界です。だいたいね、40インチぐらい。ね。41ぐらいで、まあ見てるのが一番ベストかなーっていう感じがします。あ、もうこれ外した方がいいな。HDMI がそろそろ溶ける。ね、で、まあ本当ね、画質的には近くでこうして見てる分にはね、文字は読めます。で、明るさがね、そんなに明るいプロジェクターではないので、まあ電気を消すと、まあ眩しいね。うん、ね。はい、こんな感じで。これで今肉眼で見てるのと同じ、ね、露出を合わせました。どうでしょうか？こういうね、ちょっとこれズームしないとダメかな。ね、ちゃんと数字も読めるでしょ。ね、まあ、こういうねミニプロジェクターなりの使い方をすれば、正しい使い方をすれば、まあ結構便利だよねっていう。で、このプロジェクターの最大の利点は、なんと言っても、やっぱりね、一発で YouTube に行けたりとか、ね。これは、Netflix、ね。はい。で、これが、何？ YouTube、ね。はい。そして、ワンタッチで、この Amazon かな。プライムビデオ、ね。見える？ね。はい。こうやってね、気軽に使うことができる。これが特徴です。はい。リモコンがね、これ1個で済むってこと。ね、ピントが合わない？ね。はい。まあ、これ1個で操作できる。ね。アプリが内蔵されている。まあ、その価値観を持ってのプロジェクターです。で、これは外すよ。大丈夫かな？だってこのプロジェクターは、HDMI はもう使えないと思った方がいい。ね。本当ね、思いっきりちっちゃいところにファンが入ってるので、もうアフターバーナー、ブワーってこう出てるところに、この排気口を一部を削って HDMI にしてるので、これ設計した人は、一言で言うと、バカだなって思います。本当に。ね。絶対にこれ設計した人も、
自分でプライベートで絶対使わないと思う。ね。まだ本当ね、今回はこのアプリがメインなので、ね、まあ HDMI はこのリモコンにないんで、ね、Netflix、YouTube、で、プライムビデオで USB なんで、HDMI はないんで、ね。だ本当に一応申し上げ程度にここに預けておいたよっていうね。まあそういうもんだね。で、こんな場所に HDMI の入力の信号があって、まあノイズが乗らないわけがないしね。うん、中の熱で、うん、なんか傷んでくるんだろうね。そこだけちょっと残念なんだけど、でも、今まで出ている、こうちっちゃい、横置きのちっちゃいプロジェクターの中では、まあお値段からしても、機能性能はこれ結構優秀な方だなと思います。本当にね、悔やまれるのが、この HDMI なんだよね。で、フォーカス自体は、まあ結構合いやすい。ね。ただ本当、もう50インチ、50インチぐらいで見るのがね、まあ、限界かな。まあ、60、70ってなってくると、真ん中と隅っこのフォーカスの差がね、出てきちゃうので、K1 とか、ああいうので見てると、全体的にフォーカスが合うけど、ここら辺はもう、液晶もちっちゃいし、レンズもちっちゃいし、全然物が違うんだよね。なんで、まあ、そういうところを考えて、アウトドアで気軽に使える、車の中で気軽に使える、で、そういう利点のあるもの、アプリが内蔵して手軽に使えるんだよっていうね、まあ、そういう初心者向きです。これはね、そこを割り切るようにしていただきたいなと思います。まあ、とにかくね、熱風がすごいので暑いです。ね、ただね、本当おじいの評価としては悪くない。ね、このネットフリックス、YouTube、プライムビデオ、これを見る、主に使いたいっていう人は、ものすごくいいと思う。これはね。まあ本当よくできてるよね。で、他にライバルが今んとこないんだよね。Android とか Linux 搭載のもっさりしたプロジェクターしかないから、まあ今のところは、これが優秀かなと思うけど、もうこのモデルが出てきてるっていうことは、絶対に類似品が真似したものが今後出てくるっていうことです。ね、まあ、お意識を起こせでね、みんな勝負の世界なんで、ね。はい、そんなわけで、まあちっちゃいね、で、音かーっていう人もね、いるかもしれないし。ね、ね、見える?液晶見える?液晶。映ってんのほら、見える?ね。まあ、本当ね、使い勝手です。何度も何度もしこく言うようだけども、まあ、2万円台のプロジェクターで、アプリ内蔵に特化した分、まあ、他のバランスが犠牲になってます。ね、で、他のプロジェクターは、大きいよねとか音がいいよねしてもこういう機能性能がね搭載されてないとか本当にねその値段に比例しているね。で画質とかねやっぱ発色とかまあフォーカス具合とか気になる人はいわばK1 を選んでおけばねまあ間違いがないと思うしね。まあいわばK1 ほこりが入りにくいしね。なかなかいいプロジェクターです。でもこのヨトンも本当に初心者向きのプロジェクターとして、いや、よく出てきたなと思って、まあヨトンは値段が安くて、ね、使いやすくて高性能っていう、まあそういうブランドなんだけど、おじいはこの Y9 は今のところ高く評価しています。まあこの HDMI は残念なんだけども、まあそもそも、いろんな種類、こういうNetflixとか YouTube とか、そういったものが見れるようになっているプロジェクターっていうのはみんな同じだよね。共通点があるよね。メニューが HDMI を見ること前提に作られていない。
で、これはユーザーインターフェースが、プロジェクターのユーザーインターフェースで、そのまんま使える。で、Android とかああいうのは、もう OS が Android になっちゃってるから、もっさりしたら全体的にもっさりするっていう。これはもう、そういうことがないんでね。まあ、ただ、画質を気にすると、もうちょっとお金を出せば、ね、もうちょっと映りのいいのとか明るいのがあるけど、さあどうだろうね、その今言ったように、もっさりとトレードオフになるからね。でね、ヤマの係数っていうのがあって、そこら辺はね、まあ、ワンランク上なんだけど、ね。まあ、画質も良くて明るくて、ね。いろんな、なんだろう、あれ、アンドロイドテレビっていうのかな。それが搭載してるので、ね。まあ、そういうのもおすすめ品があります。ね、はい。まあ、とりあえずね、ゲームをやってみようかなと思って。やっぱりね、YouTube とか、プライムビデオとか見るのはいいけど、まあ、ゲームやってみると、まあ、見にくいわけではないけれども、大画面でないと迫力がないというか、だったらテレビでやった方がいいよねっていうね。本当に、推薦の40、50、60インチで、遊ぶんだったら液晶テレビでいいよねっていうね。本当に外で使うために特化したプロジェクターっていうポジションを、まあ、忘れないようにしていただきたいなと思います。まあ、画質とか音とか、そういうことは関係なしに、とにかく便利に使えるよっていうね。これね、一体型で便利に使えますよっていう、ここにフォーカスを合わせたプロジェクターです。ね。で、本当ね、都合よくね、2万円で、あれもこれもって、ね。まあ、スペック上は、あれもこれもついてるのを紹介してきました。ね。スペックで比較すると、Android 搭載で、まあ、いいものがね、いっぱいありました。ね。レンズの文字上的にこう、閉まったりとかね、いろいろありました。ね。ただ、フォーカスが、いまいち合わないとかね。機能性能はしっかりしている。ね。でも、ピントがとか、締め的でしょ、ね、はい。まあ、とりあえずね、プロジェクターの雑談はこの辺で終わりたいと思います。ね、で特にね、この与党 Y9 に関しては、本当にコメントが何も来なかったね。あんまりね、質問も来ないし。そう見ると、まあ、簡単に使えていいプロジェクターだなと思うんだけど、やっぱおじいの視聴者さんは、やっぱあれかな、しっかりと見てるよね。まあ、HDMI を使いたい人が結構多いんだと思うし、ね。あとね、2枚切る値段で、K1、ね、K1 手にした人いっぱいいるからね。ね、まあ、情報は何もと申します。ね。はい、そんなわけでね、今回は、ヨトン Y9 HDMI でレースゲームを遊んでみた。ね。そしてプロジェクターとしての全体的な評価をちょっとね、語らせていただきました。終わりたいと思います。じゃあねー。